はい、皆さんこんにちは。今回はね、このチャンネル初だと思いますね、カーモデル作っていきたいと思います。なぜ作るかと言いますと、サムネイルね、見ていただいた方分かってると思うんですが、 Z35 これ Z34 なんですけどね、ここにあれどこかな、あ、ここに書いてますね、ここが書いてますけどね、Z35 っていうのはね、日産から発売されるみたいなね感じの動画がね、結構 YouTube 上にも上がっておりましてね、すごくかっこいいなと。もちろんね、私ね、もう今年50歳なんですけど、私たちの世代だとね、初代 Z とかね、憧れの車でね、その初代 Z にすごく似ている形に見えるんですね、私には。その Z35 ですね。これ Z35 ですよ。リアのね、ここら辺のデザインが Z35 の場合だとね、Z30 ってやつですね、すごく似てるのはすごくかっこいいなと。そしてね、私もそろそろね、子供も大きくなっていてますのでね、手に入れたい車の一つとしてね、候補として Z35 考えようかなみたいな感じでねやっておりますけど、その前にね、Z34 ね、私ちょっとね Z32 も乗ったことあるんですけど、これの前の方ですね、残念ながらこの Z34 っていうの実車には乗ったことありませんのでね、せっかくなのでプラモデルで作ってみましょうかということでね、タミヤ模型さんのね、1/24、スポーツカーシリーズの日産フェアレディ Z34 をね、ぼちぼち作っていこうかなと思っております。はい、まずはね箱開けていきましょうかね。はい、オープン。これプラモデル屋さんで買ってきましたんでねまあね、いいんじゃないですかね、いろいろね。ホイールはなんかメッキ加工されてる、まあこのままでもいいかなっていう感じしますね。それほど難しく作るつもりはありませんのでね、カーモデルのモデラーではありませんのでね、はい、まあぼちぼちね作れればなという感じですけどね。はい、メッキパーツ、一番気になるのがボディーパーツですね。はい、パーティングラインなどをチェックして、ちょっとね、普通のモデラー、カーモデラーさんはどうやって作ってるかね、昔のやつはね、昔のというかね、10年、20年前のね、作り方とか勉強したんですけど、今のもカーモデルの方がどうやって作ってるのか知らないんですけども、私はガンプラとかでね、培った技術で、はい、作っていこうかなと思います。もちろんツヤありでね作っていくつもりですので、ガンプラはねほぼほぼ半ツヤとかツヤ消しで私作ってるんですけどもね、やっていこうと思ってますので、まずはこのボディ、研ぎ出しやっていこうかなと。普通の研ぎ出しね、私実はね父親がカウンタックとかをね、なんか作る、修理するような感じのね昔でいう板金工場ね、車の修理工もね会社経営してましたのでね、昔ねそういうのを見てたことはあるんですけどもね、サフェーサー吹いて飛び出しっていうのは普通だと思うんですが、はい、私ねサフェーサー縦ですんでね、ちょっとねどうだろうと実は思っておりまして、このプラをねそのまま飛び出していこうかなと思っております。はい、まあシャーシーなどはねこのまま組んでいくだけですのでね、あまりそれほどね難しいというかね、リアルに作るのは難しいですけどね、はい、それほどねじゃないのかなと思いますけどね、ボディ表現が一応難しいのかなと思いますのでね、ちょっと研ぎ出していこうかなと。もちろんもともとこうツヤありますんでね、研ぎ出す必要あるのかなという感じしますけどね、はい、パーティングラインもないように見えますね。取り出ししなくて、でもここら辺ちょっとモールドが甘いというかね、こうちょっと入りすぎてる感じが、モールドちょっと光が反射しすぎて見えてないかもしれないですよね、ちょっとライトをちょっと落としてみましょう。見えますかね、ここのモールドの角がねすごく丸くなってる、これもちょっと気になるんでね、ここら辺ちょっと処理しながら、またここですね、ここのラインがちょっと分かりますかね、ここら辺の
ここら辺で急にラインがカクッと落ちてる感じがしますので、ここの帳尻合わせですね、とかやっていこうかなという感じですね。でもフロントバンパーとね、くっつけずというか、まあまあ、合わせてみてやってみましょうか。まあちょっとね、通常のカーモデルの人どうなんでしょうね、今ね、よくわかんないですけど、まあ、ちょっと切り離して、見てみましょうか。いいよね、もちろんカーモデルですんでね、かけたりすると、まあここもちょっとモールド甘いような気がしますね。ちょっと後でね、バリは、成形しますけどもね、やはりなんか急にこっから下がってますね。実写がそうなんでしょうね、ただここに段差ができてしまってるのが画面上でちょっと触りにくいかもしれないですけどね、画面上ね、そしてここら辺のね、もうまあまあもうちょっとシャープな感じがしますんでね、こうイメージ的にですよ、実写と比べたらそのままじゃないかってね、カーモデル専門の方は言われるかもしれませんがね。そしてちょっとここら辺も丸すぎるんじゃないですか、ここのライン、これもちょっとね修正しながらやっていこうかなという感じですね、まあ説明書見てからですけどね、こう接着していけるんであれば接着してからやりたいですね。そして、まあ、ガンプラみたいにね継ぎ目消すっていうのはおかしいんでね、工業製品でございますのでね、継ぎ目消したらボンネット出たらこんやみたいな話なんですからね、ここの愛もちょっと悪いですね、ちょっと見えてますかね、ちょっと光が強すぎて見えてないような気がしますけどね、ここにね、隙間が裏ね、ここにね本当にちょっとの隙間がね、ここら辺からこっち側に向かってねすごくちょっとの隙間が出てますんで、ここを違うですかね、どっちか削ってね、合わせないとおかしいですね、まあ、ちょっとやっていきましょうか。この辺下に隠れるとこなんでね、真ん中消して、大雑把に、後でちゃんとしますけどね、真ん中消してやっておきましょうか。ここもね、ここいるのかな、なんかこうだいぶ残ってますけどね、見えます、ここ。ちょっと削っちゃおうか。いるとこだったら困るな。いるとこなのかな、いらないと思うんですけどもね、まあ、R になってますんでね、あまり、平面で処理したら悪いと思いますので、このイタックスティックの角を使ってね、それ削っていきましょうかね、まあ、成形で貼ってると320段のヤスリで今削っておりますけどもね、角を使うとね、内側の周りも削れやすいんでね、こんな感じで削りますけども、あとはカンナ掛けですかね、このラインがちょっと出ておりませんのでね、まあシャーシはね本当に組みながら塗装してパパってって言ったら悪いでしょうけどね、やるだけなんで、あまりお見せするとこないかなと思いますね。ボディね、とこちょっと重点的にね、どんな処理をしているかみたいなのね、カーモデラーがじゃないですよ、ガンプラモデラーが処理するとこんな感じですみたいなね、カーモデラーの方に怒られるかもしれない、そんな処理の仕方しやがってみたいなね、言われるかもしれないですけどね、私よくね言葉遊びをね知人と言われると URL って言ってますよね、
よく言うんですけどね、あ、似てる言葉でね、あのカラオケとか言ってね、全然似てる言葉です、歌詞通り歌わないとかね、やっててもみんな気づかないんで、ね、気づいてても間違ってるから突っ込まれてないのかもしれないですけどね。はあ、まあ、ここの、あ、それはまあ削れましたと、まあ、この辺もちょっと削っておきましょうか。やはり処理をしないとね、なんか思うとちょっと甘いような気がしますね、ここね。まあ、プラモデルね、スケールモデルっていうのはすごく、難しいイメージがね、私は持ってますけどもね、愛を見ながらやはりこうやらないといけないものだとは思うので、こちら側もやっぱ隙間空いてますね。こっからこちら側にね隙間空いてるんで、どう処理しましょうか。パテ持った方がいいですかね。そこのね、あのタイヤの上の方ね、R は合ってるんで、こちらの内側、ここら辺にちょっと、ここら辺にちょっとパテ持ってやった方がいいかもしれないですね。今この処理ちょっと考えましょうか。はい、で、ボディの、まあまあもちろん、よっ、コンパウンドでね磨いていくだけですのでね、このタミヤのコンパウンドねやっていくだけなんですけども、あの紙やすりでやってからねやりますけども、ちょっとね、はい、今何を取ってるかというとね、除菌で、粉をねちゃんと拭いとかないと、粉が間に挟まってね藍が見れませんのでね、はい、細いヤスリを作って対処した方がいいかもしれませんね。ここら辺のもうなんかちょっと丸くなりすぎてる感じのところですね。この絵を見てるとそれほどね、丸くないのかな。ここら辺ちょっとカンナで削りましょうか。本当にちょっとでいいと思うんですけどね。すぐ削った方がかっこいいような気がしますね。はい、はい、削りました。こっちとこっち比べてここのラインがこっち丸いの分かりますかね。はい、ここまっすぐちょっとなってるの分かりますかね。こっちの方が正解に見えると思うね。はい、こんな感じで私は処理していきましょうかね。じゃあ、これをダンプラモデラーがスケールモデルに挑戦ということですね。ああ、多めに見てくださいね。ああ、スケールモデル、あのカーモデラーの方ね。ああここのラインが気に入らんのじゃガンダムの顔がっていうやつがね、プラも作っておりますのでね。ああ、カーモデル作っておりますので実写と違うじゃないかという話になるかもしれないんですけども、これね、私実はタミヤオケイさんの方とかね、よく話、そのコロナになって、コロナ禍になってからね、あんまりこう会う機会がないんで、それまではね年に 2,3 回会ってね、もちろん金型のところにもね、仲良くしていただいてた方がね、方っていうかだいぶ年下なんですけどね勤めておりますので、ね、いろいろ話したり、タミヤの工場の一般の見学では入れないところを見せてもらったりしてたんでね、ご覧の話を聞きますと、やはりね、それっぽくこの実写を24、これだと24分の1ですけどね、24分の1にスケールダウンした時に実写っぽく見えるように、形を変えてますということでしたね。はい、私本業がラジコン屋ですね。ラジコンの方にも同じようなこと言ってましたね。はい、なのでね、これ実は実際のもう Z は分かんないですよね。その時の説明は、スケールダウンした時にこのサイズで見た時に Z っぽく見えるように作ってるんだと思います。はい、でここら辺のね気に入らないところちょっと削っていきましょうか。はい、
ちょっとこれ紙ですんでね、まあ、ちょっと下が粉だらけになって見苦しくなるかもしれないので、まあ、どうやって削るかね、はい、ビタッコスティックは私がブラウン時でもいい仕様に使ってるんですけどね、これこの間にねクッション材、まあ、接着というかね、紙やすりをくっつける部分にね入っていて、すごくね削りやすいんですね、こんな感じでねいつも使ってるんですけどもね、はい、もちろんこれ一発勝負で削らないといけないんでね、はい、ちょっとずつ削りますけども、ここの角がね、光がちょっと強すぎ、はい、ちょっと見せましょう、分かりますかね、画面で映ってるか分かんないですけど、この端っこの角のところだけね艶が残ってて、他は艶消しになってるんですけどもね、はい、こうやってやると角がね、ピシッと出やすいんじゃないかと思います、はい、今バリ落としてるだけですよ、削ってるわけじゃないですよ、はい、でここら辺のラインをね、まあ、どうしましょうかという話なんですけども、角でちょっと一旦削っていきましょうか、なんかぼやっとしてる感じがしますね、このキット、塗装する時もね気をつけてね、厚ぼったくならないようにねやろうかなと思ってるんですけどもね、はい、なのでね下処理を一生懸命して、クリアコートをねそれほど厚く拭かないでいいようにね、処理していこうと思います。今はこれやってるのが多分このキットで一番重要なパートになってると思います、はい、角をねこうやって出して、ここ角出たの分かりますかね、こっちとこっちと比べたら、こっちがこれを削ってないのはここを残したかったからなんですね、あここ見えてるかな、はい、ここのここをピシッとねこう角が出てるんですが分かりますかね、こっちだるいの分かりますかね、はい、こんな感じでねやっていきますのでね、はい、そして急に完成って多分なると思いますんでね私の動画いつも見ていただいてる方はね、はい、すぐに完成、はい、塗装完成ってどんどん飛びますんでね、作業風景はあまりお見せすることがありませんのでね、カーモデル作ってるといつも見ていただいてる方はびっくりしてるかもしれないですねこんな削りながら喋んないですからね、はい、こんな感じでね、ここの間のラインもビシッと、ね、こう出しとけばかっこよく見えるんじゃないかと思います。はい、はい、わかりますかね。だるいっすね、こっちね。これなんでピンピンにしてるかというと、色を塗るとやはりね、表面張力、そして角に色が乗りやすい。もちろんね、今回塗装するのはこのレイウッドさんのからいただいたね、充電式、エアブラシですね、はい、まあ、ダブルアクションのやつね、すごく使いやすいんでね、はい、これを使ってやっていこうと思うんですけども、はい、エアブラシで拭いたとしてもね、色を乗ると厚みが増しますのでね、はい、そしてここら辺もやってみましょうか、今ついでにね、はい、ビタックスティック、別にビタックスティックはね、もらったわけじゃないんですよ、自分で買ったんですよ、宣伝してるわけじゃなくて本当に使いやすいね、このエアブラシもね、なぜこう、まあ普段使ってるやつじゃなくて、このレイウッドさんのもらったね、はい、案件動画でいただいたんですけどもね、これを使うかというと、これ耐久をね見てます、本当におすすめできる、まあ1回目にまあまあ5回ぐらい使ってるんですけどね、5回ぐらい使った時点ですごくいい商品だなと思っております。ただそれがね1年間使った時どうなのかとかね、やはり長く使うものだと思いますのでね、そこら辺の私なりのね、テストというかねして、別にレイウッドさんに頼まれてるわけじゃないですよ、テストはそういうことをしていこうかなと思っております、はい、これ今カンナ掛けで、
やっております。複雑なね、形しておりますので、そしてここの角がちょっと甘いので掘り起こしておきましょう。はい、こんな感じでね、空力パーツを考えるとこの角残ってるのおかしいですからね。私いろいろまあいろんな人にね、ものを教えてたりしてましたね、昔ね、教えてた中の一人に、ホンダの保安の責任者ね、今は何になってるかわかんないですけど、その当時保安の責任者もおりますんでね、ホンダ技研ですね、今は日産作ってますけどね。ここの角もなんかね、パシッとした方がね、切るんですからね。こんな感じでやっておりますよ。はい、ボディの処理ね、好みもあるんでしょうけどもね。はい、丸い方がいいんじゃないかっていう方も多分おられると思うんですけど、私ここのここから立ち上がってもこっちに行く、ここにね、でこぼこというか壁というかがあるとおかしく見えるんじゃないかと思いますけどね。ワンキューってガンプラモデラーの目線でね、はい、モデラーの目線じゃないですよ。ガンプラって結局ガンダムって実在しない、実像とかはありますけどね、実際の兵器としては実在しないものなので、私勉強のために自衛隊の車両とかも見に行ったりしてますけどもね、自衛隊の車両とかも、まあ、言っちゃ悪いですけど塗装雑やなみたいな感じがしますけどね、リアルに見えるように、ね、模型ですんで、カスタマイズしていけば面白いのかなと、それも楽しみ方の人ではないのかなと思いますのでね、こんな感じでやっておりますけども、やはりビシッとね、出てた方が確認ですね、角度。ですんでね、自分のいいように楽しまれたらいいと思うんですけどもね、ちょっとこうね、後で下掃除しますけどもね、はい、まあ、ビシッとなっていいのじゃないですか、だんだん、でね、熱かけてバシッとねやった時に打ち出した時にちょっとね、変形してたりとか引けがあったりとかすると思いますので、それも気になるからね、突き詰めてやられればいいんじゃないですかね。はい、ここですね、ここもちょっとここパーティングラインあるみたいですね。しまったな、この Z34 をね作られてるカーモデラーの方を参考にすればよかったですね。もう Z35 がかっこよすぎて、おー Z35 かっこいいみたいなね、なんで最近ね、そのサブチャンネルだったかな、サブチャンネルのね、Z30 と Z34 のね、食ガムね、ガムがついてるおまけなんかもね紹介させていただいたんですけどね、Z ブームが来ておりますのでね、自分の中でね、じゃないですかね、こんな感じで、はい、まあ、ちょっと今こちら側しか、まあ、下はねここはちょっとやってますけど、ね、
ちら側しかね、ここやってませんけどね、ここ左右見比べていただけると分かるんじゃないかと、分かりませんかね、どうでしょう。まあ画面上じゃあんまり伝わらないけど、まあビシッとね、できましたね。こんな感じでね、ボディの処理をしていこうかなと思っております。ここですね、あとはね、このアイを見てから、はい、やっぱりこうつけた時にここがだるいとちょっと分かりますかね。マスキングテープでちょっとつけてお見せしましょうかね。このノーカットでも私大体動画、ね、カットしちゃうともう次の瞬間作られてる、完成してますんでね、はい、大体ノーカットでやりますんでノーカットでした方がね、なんか私が見てるね、うん、見てた時、見てる時のノーカットの方がなんか失敗するところ、その失敗しやすいんだろうなというところも分かりやすかったような気がしますので、ね、はい、これツヤ消えてるんであれですけどね、はい、こんな感じで色塗って、まあ、ツヤ出して色塗った時に差が出るんじゃないかと思います。はい、ちょっと端もちょっとこうやってからここも合わし、ここがねもう本当にすごく段差があるんですけど、このキット持たれてる方は見られてるかもわかんないですけどね、ここのね、ボンネットのへこみのなくなったとか、こっち側がえらい急に曲がってるんでね、ここのここちょっとね、はい、合わせていきましょう。こう見えますかね、ここ、こんな感じで、ね、行きましょうか。良くなってきたんですね。ヤスリでこうやってる時に、あの角がバンと立ってると抵抗が大きいんですよね。抵抗がなくなってくると角がなくなってきたんだなって、削りは手の感触で分かります、ね。今なくなりましたね。こっちがまだあります、ね。感じですね。真ん中もちょっとやっていきましょうかね。はい、こんな感じでできましたと。これでこっちから見た時にラインがね、ここのラインがちょうどちゃんとなったんじゃないかと思います。今回ちょっとね、しゃべりながらやったらね、長かったんで。今もう20何分ね、30分近く喋ってると思うんですけどね、こんな感じで、作りますけどもね、次回はもうメインシャーシーできてる状態でお話できると思いますのでね、孤立に付き合っていただければと思います。それではこの動画面白いと思いましたら、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターの方よろしければね、サブチャンネルもやっております、そちらの登録もよろしくお願いいたします。それではさよなら。